戻して締め直してもダメなの。それやったことです。一回カチャッと止まるじゃないですか、うん、その後に、うん、今やれば分かります。あれどうやって、あ、ちょっとだけ締めるのかな。もしかしたら、あ、説明書には書いてないです。読んでません。読んでない読んでません。テラハン全開です。社会の魔法今トイレ行ってたの。おはようございます。舞台美術大道具の寺岡です。結構水がたわんだところにたまるんですよ。ライドアウト。はい、はい、見えない中開けてみましょう。はい、開閉できます。はい。あとはこう剣丼といって、襖や障子と同じように上に上げて下げると中に、取り外しができます。さすが。と今荷物でいっぱいで、ちょっと物だらけで。押し入れになって、まあ寝袋は今入ってますけど。これって規格サイズの？いや、これはね、常識というかござを、はい、普通にあのホームセンターとかで売ってるござを貼り付けた、両面テープで貼って、うん、ベニヤに貼ったものです。まあこの車に合わせてベニヤカットしてこう巻き込んで、ここにスイッチがあって、これ配線してない。ここに竹の中に LED のテープライトを仕込んであって、それが光ります。これ全開かな。今昼だからこのぐらいの明るさかな。夜だったら結構十分ですね。ね、夜結構ね明るいです。中に入られます。おじさん二人で。ここは開けた方が明るい。うん。これが好きなんです。あ、これが。これが。開いてる状態が。いや、この。ああ、引き戸というか。はい。もう逆側もついてて、逆側はファンがないんですけど。うん。まあ、片方だけファンつけて空気の、ここ開けた時にこの、このベニヤの裏に網を張ってあるので、網戸の網を張ってあるので、それで窓開けても、あ、これで窓ガラス開けると網戸の状態になります。これで空気が流れてくるというか、虫が入らない。あ、このエブリィは下まで窓降りるんですよ。あ、そうですね。あれ降りない？降りないです。あれ一回止まって、そこからちょっと戻して締め直してもダメなの？あ、それやったことないです。一回カチャッと止まるじゃないですか、うん、その後に、うん、ちょっと今やれば分かります。止まる、うん、カチャッと、その後にこう半回転というか締めてこうやる。 あれどうやって、ちょっとだけ締めるのかな。あ、ちょいだけ戻して締めると普通に、あ、全部普通とか全部これ一緒じゃないですかね。わかんない。もしかしたらダメかもしれない。まあこれ子供用の対策ですよね。子供が全部開けて体の顔出さない、そうそうそう、体出さないために半分でし、半分までしか開かないっていう。もしかしたら説明書には書いてない。読んでません。あ、読んでない読んでませんこういうもんだと思ってた。あ、で今見て、あれ開くのかなと思って全部、まあこのエブリは開きますよ、ね、だから、あ、うん、車によるのかもしれないけど、はい、この鍵がついてる、昔ながらの鍵。これ今何センチぐらい出てる？今45センチだったかな、このテーブルの奥行きが。全体が
600だったかな、この付けしわ箱自体の全体の奥行きが600で確か作ったと思います。だいぶ広いですね、これだけで。そうですね、このまんま、このまんまですね、ここまで。ここのやつだと下がっちゃってるんです、はい、ここまで。あはいはい、下は出ますけど、テーブル、あーテーブルがね、この出てきて、そうそうそう、そうですね、こっちにもともとせり出してる、これは全体が外に出るから、そうですよ、ね、ちょっとあれ、ちょっとこっち側が映ってない、イカおります僕はあんまり映ってないかな、映ってない、ここが懐かしい感じの、この鍵に、こういう鍵、昔ながらの鍵、昭和ですね、そうそうそう、まあちょっと古っぽいのをわざとつけて雰囲気出してるというかこれと障子のやつがあって、冬は障子のをやって、まあ今これはすだれに裏に網戸張って虫が入ってこれないように夏仕様の建具で、もう一個障子で、まあ紙張ってるから、あの空気が行き来しないというか、夏用と冬用で2種類作ってます。まあこの中ね、結構あの殺風景にわざと作ってるというか、車中泊をするというより、あのリモートワークというか書院っていうことがあるんで、ここにパソコン置いてやってますね。そうですね、作業場、ディスクワークをするため の, あの空間として作ったから、あえてなんか居心地よく、居心地悪くしてるというか、居心地よくしないように仕事をするスペースとして作ったから、あのダイナマスターさんのエブリと、まあ真逆というか、ちょっと方向性が違うのかな、そういうところで。あんまりくつろがないようにというか。でもくつろげますよね。まあくつろげるの、まあね、くつろげる感じは和室の感じにしたから、そういう意味ではね、くつろげると思うけど。いや、ちょっといろいろ収納とか、そう、まあ押し入れはあるけど、なんかその便利なものはなるだけつけないようにして。窓、こっちはファンがないから、あの普通に普通に、塞がる窓になります。外して同じサイズなので運転席と助手席でこの入れ替えてファンの位置を変えることもできます。ファンは充電式で長押しすると回るファンです。一晩はね持ちますね。でも16時間ぐらい行ったのかな、最弱で。16。最強で4時間ぐらいなのかな、ちょっと全然覚えてないですけど、3段階に、はい、あの強さが変えれて。でもそれだけでも違いますね、つけた時とつけないと風が入ってくる。ああ、風がね、そう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 、片方から入ってきて、これはめてるだけなので、うん、逆向きにはめれば、まあ、吸気も排気もこの向きで切り替えができるように作ってます。まあ、充電式だから、その配線とか面倒なことせずに簡単につけれると思ってこれにしたんですけど、もともと空気が今風吹いてるんで助手席今棚つけているから、もう棚なくても、昔のエブリィは前はそれが限界ですか。うん、これが限界、これ倒れたって言えないでしょ言ってるから、まあ、そこに背もたれにするにはちょうどいいかもしれないですね。そう、これがね一番、まあ、前に倒した、うん、あの最大がこの状態ですね、うん、なんかすごい、なんとも邪魔なの逆にはね倒れる。あ、そうはいくんですね、うん、こっちはね、はいはい、これまあちょっとつ別で付けた棚ですけど、うん、ちょっと使い勝手は悪い。本当は助手席外したいそうです。このシートがどうしようもないというか、使い勝手が良くない。棚をつけました、はい。まあ、要はこの椅子が邪魔だから、なんか有効活用できないかなと思って、下と上と2段に物が置ける、そういう棚です。
のグローブボックスを開けたところに引っかかってるんですね。そうそうそう。前どうやって飛んだのかなと新しくここをちょっと作り直した。まあ畳はあとベニヤに畳まあ巻き込んで、ステープルで留めてガムテープで押さえて、もともとのゴザの幅にベニヤ切ってあって両面テープで表側からつけて、黒い艶消しのテープ貼って 5.5 ミリのベニヤに不祥フロアを貼って、その上にゴザを貼っています。ちょっとクッション性がある。後ろの席はそのまま。あ、後ろの席はだから起こせばここに普通にこの畳をちょっと外して起こせば後ろも普通の座席に使えます。はい。でストッパーを外すとこれでフリーというか、はい、動くようになります。Oh no! 最後が締まりにくい。空気が中が。ああ、そう。向こうもそうですね。逃げ場がなくなって新作。化粧品をスライドアウトしない状態、この状態で。車中泊というか寝ようとした場合にもう段差ができちゃうので、この段差を平らにしたいためにちょっと新しい、仕掛けを作りました。高さがずれるのでこの上に畳を乗せて、まあこれでここ平らになるんですけど、これ30ミリ上げて、これ一個一個厚さが違うんですね。測りましょう今。ついでなんで1812、3ミリあります。1800あれば問題ないんじゃないですかね。大丈夫ですね。特殊的には邪魔。車の中にいるときにここまで開けれないからですよね。そのためにこれ割り箸とかでやると思う。はい、引くときはそうですね。そうですね、止まるところまでで、はい、そうね、そういう感じですね。隙間はね、モヘアテープ貼って圧倒的にスムーズに出てきます。おっぷす、怒られるんじゃないですか。いえいえ、いえ、そうですね。すげえ一番ね、あれはそこなの。あーもうすごい、なんかすごい居心地良さそうな。お客ってしてなんかすごい料理したくなりそうな感じ。ロフトアーというか、まあ、純粋にお客さんで。あ、そうです。なんかここは結構住宅街ないんですか。編集も楽しいから。どうでも編集も楽しいから。最初から高い。デコルトのやご説明いただければ。木製 の、はい、カーキャリアです。自作したカーキャリアで、ちょっと今屋根は別のもんなんですけど、まあ、このフックで止めてロープで今縛ってるだけなんですけど、これ自体がカーキャリアで上に屋根を乗せています。暑さ対策というか、まあ、日よけでこれ乗せてると車が屋根が暑くならないので、暑さ対策でこの屋根を作りました。で雨の日はこれを出すとタープ代わりに使えたり、暑さ対策以外にも雨の時にも有効に使えます。屋根の足ストッパーないから、こう出しちゃえば全部取れちゃうんですけど、このちょっと段取りしてないからできない。ちょっと横に出したやつも
出すと屋根にキャップ代わりになります。あとは風あるとき出したことないから、それでも出さないとまあいけないというか、その時はここになんか下にもうロープでこう引っ張って、これ地面下向きに押さえつけるみたいに。こういう状態で、ここのエル金具とヒートンをこのシャックルを使ってつないでいます。これで下がつながっている状態になってます。これで一度締めます。締まりきらないから締めるというか下ろすだけ。屋根に乗せて、屋根というかバックドアに乗せて、バックドアで一回これ支えています。まあ先ほどのつっかえをここに入れるので、もうちょっとこっち、あ、外れた。前どうしたんだろう、前どうしたんだろう、ここからどうしたか忘れちゃった。多分ちょっと一回下ろして固定して、そしたら上がもうあちこち動くというかずれないんで、で逆を結びます。実はここから先の作業、あれ東京でやってこなかったから初めてやるからちょっといきなり不具合があってもあれだ。今みたいなこれで落ち着いてできる。それでここにかけてたんですよ。ちょっとここにかけて、あとはこれでまあ結んで結びます。逆がいいんだ。これで屋根の状態に後ろがなったので、これで出しても、まあでもこれで落ちないか、あ、ずれてくる。ここもなんかストッパーがないとやっぱりダメだ。まあここのちょっと結び方でそっちに行かないように結べばこれは大丈夫だと思います。まあずれるのはこれ以前この状態をこれを屋根にして車中泊したら、この中に水が溜まったので、この屋根があるとこの中にバックドアに雨が当たらなくて、この中に水が溜まらないので、それで後ろにも置き屋根が伸びるように改造してみました。ついたまま、ついたままつけたけどない、やばい、これも取っとく。ゴム紐で結んで引っ張ってて、ゴム紐で引っ掛けて固定してたんですけど、ゴム紐がこのフックをここに穴ある引っ掛けて、こうやってここに掛けて、あ、伸びない。それで上が止まったので、横からの雨も塞ぎます。これで入らないですか。よし、作業までいいんだ。ありがとうございました。はい。また、はい、機会があったらよろしくです。はい。はい。お待ちしております。はい。ありがとうございます。というか、ちょっと体力的にわからないです。はい。大丈夫です。はい。また連絡。ナビを入れないとどっちに行けばいい。はい。こっちに行っても。それはこっちを向くんですか。あ、向こう。はい。それで、あ、それですぐ高速に入る。ん？高速はね、しばらく行って、はいはい、で、環状線っていうところにぶつかる。これです。はい。これ、まあこのルートで、うん、浜松西インターチェンジ。浜松に西に外してた。じゃあ、まあ、そう。そう。こっち。はい。これから、イルカさんのところに行くそうで。あ、はい。いらっしゃい。じゃあ失礼します。ありがとうございました。お疲れ様です。